のイーニンチャンネルはダイエット生活をして1週間が過ぎました。もう本当にいろいろ工夫してやっております。そんな私のダイエット生活の1週間の効果がこの YouTube の最後に結果を発表いたします。はい、まずはどんな生活をしているのか皆さん見てください。どうぞ。いや、美味しそう。これカロリー気になるよね。やはりカロリーは低いものがいいので、チョンヨーピンが美味しいんだけど、これすごいカロリー高いんですよ。我慢しよう。諦めます。ちょっとフルーツも買ってみようかな。やばい、ピザがうまそう。お腹いっぱいになるので炭酸水買ってます。結構ダイエット系のお茶が出てるんですよ。結構脂っこいんですよね、台湾の料理は。なのでこれすごいですね。ゴールド色の分解茶ですね。これウーロン茶と生姜ですよ。私の大好きな生姜入ってます。ポテチがめっちゃ美味しそうなんですよ。で、焼き鳥味。見て、牛角も出てますよ。すごい。めっちゃ美味しそう。ちょっと今はね、我慢ですね。見てると欲しくなっちゃいます。ステーキ食べたいな。なんかでもステーキはダイエットにいいらしいので、ちょっとステーキ買ってみようかな。めっちゃ美味しそう。やばい、超美味しそうなステーキだ。すごい大きいステーキ、超美味しそう。じゃーん、とステーキ買ってきたんです。やはり肉食派なのでお肉を食べないと元気が出ないんです。ちょっとステーキも取り入れて頑張ります。と作っちゃいます。のステーキです。これはダイエット中に食べてもむしろ OK っていうことで嬉しいです。いただきます。幸せです。肉が食べれるの本当に幸せです。
うーん、うまい。ダイエット中ですよ私。ちょっとめっちゃ幸せ。うん、ダイエットの人にとってもステーキは食べられるんですって。むしろいいみたいですよ。とこんな美味しいもの食べて本当に痩せれるのかな。ステーキですよ。もう毎日食べようかな、一食ステーキに変えようかな。でも本当に痩せるんですかね。こんなにがっつり食べて本当に痩せれたらいいですよね。試してみよう。うん、ダイエットの生活が続きました。頑張った甲斐がありまして、やっと落ちました。1週間で約2キロです落ちまして。ただやはり結構お菓子大好きな人なので、ポテチを我慢するのはきついです。その甲斐もあって順調に痩せたのかなと思います。で今一番こだわっているのは朝の一杯の生姜茶ですね。やはり生姜は代謝を良くしてくれたりするので、もともと代謝が悪いですので、手足もすごい冷たくて冷え性の体質なので、ちょっと生姜茶を飲んで代謝を上げていこうかなと思って生姜茶を飲むようになったんですよね。朝一杯飲んでます。それからですね、もうね、野菜とかやっぱり多く摂ってはいるんですけれども、本当にもともと焼肉も大好きで、もう肉食派なんですよ。なのでステーキも取り入れたんですよ。ちょっとこう野菜メインにしちゃうとすごいお腹空いちゃったりするので、まあ、ステーキでなんとかお腹を持って、はい、頑張っていきたいと思います。それからですね、体幹トレーニングというのは好きで前からやっていたんですけど、ちょっとここ最近やっぱり怠けていたので、はい、ちょっとこれからまた始めようかなと思って、まあ、1週間やってすごく感じるんですよ。お腹周りが引き締まったなという感じで、やっぱり40代になりますとお腹周りのこのお肉はつくんですよね。しかもなかなか落ちないので、このお腹周りの引き締めをするにはやはり体幹トレーニングはすごくいいなと思いました。3分短く効率よくっていう意味で、ちょっときついんですけど、まあそのきつい感じで踏ん張れば一瞬で過ぎるので、なんとか頑張ってやってます。あと1週間頑張りたいと思います。それではですね、1週間後にもう一度体重測定をしていきたいと思います。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してください。バイバイ。